ド正面を落としている。結果はダブルプレーになりました。ということで、これ今のプレーですけれども、セカンドライナーのはずが高橋がポロリ落としてしまった。結果4-6-3のダブルプレーになったんですが、どうですか今の競技しているのは、わざと落としたんではないかという、はいはいはい、でこれリプレイ検証するんですかね。今日は球審式がこれはリプレイ検証ではないですねということですね。ということで今二塁手の川口です。ただいまの二塁手高橋選手の落球を故意落球と判断し、故意落球、打者アウト、ランナー一三塁で再開。なるほど、故意落球になるんですか。さあこれで森監督が今度は出てきてということになります。まあダブルプレーを取れるはずのところで取れなかった森監督の抗議と、まあただまあライナーいわゆるフライアウトをああいったことをする、まあいわゆる内野フライがね宣告されるケースもあるんですが、ライナーでこういう故意落球というのも反射的に立山さんこうそういう技術があるということなんですかね。まあそれできないことはないですか。そういうことですか、はい、まあね、強い打球ですしというねこういう感じだったんですが、このキャッチでした。ちょっとねやはり芯では捉えられなかったというところでもあったんです。